今も続くグルナイの看板企画であるゴチになりますに出ていた国分太一氏。一品目にカルパッチョばかり食べていたため、ニャベ氏から、もう国分っちょにせえ。と突っ込まれていたのが、なぜか主の記憶にこびりついている。なんか、かいわれとかちょっとだけ口から出して、わんぱく少年っぽく見せるのうまいんだよな、太一氏。そして太一氏は試合ごとで見ると負けることもあるのだが、シーズン通しての総合では強く、実に19年もの間首になることなくその席を守り続けたのである。少し脱線するが、ゴチをやっていた時期は時尾の番組でも、食べる企画の時は太一氏が食べることを担当することがなぜか多く、値段が分かってご飯食べれるっていいな。など、番組越しにゴチをいじったりもしていた。